この動画には煽りとディスりが含まれます。ネタがわからない方はご視聴ご遠慮ください。言ったかんね。横浜 F マリノスの皆様、昨年の J1 制覇おめでとうございます。そしてですね、今年も開幕から順調な立ち上がり、これはねもう2連覇間違いないのではないかと私も確信しております。おめでとうございます。てよ、言うとよ、思ったのかよ。お前らよ、優勝したんだろ。優勝したのによ、主力選手抜けすぎじゃねえのか。おい、キーパーの高岡、テントリアのレオセハラ、 MVP の岩田、そして象徴の中川てる、どんだけ抜けてんだよ。おい、お前らさ、ハゲか？ハゲクラブなのか？ AGA か？男性型脱毛症クラブなんですか？こっちはよ、もう35歳なんだよ。今月でよ、36になるんだよ。年々よ、髪の毛薄くなってきてんの気にしてんだよ。それをよ、それを思い出させるんじゃねえよ、おい。さらによ、言わせてもらうぞ。 J1 優勝クラブだったらスポンサー料とか賞金とか結構入ってくるんでしょ。だったらよ、それを使って抜けた穴を埋める補強をする。そうすることがニュースになり J リーグに注目が集まる。そういうさ、話題作り、それもよ J1 王者の仕事じゃねえのかよ。おい、それとよ、去年を振り返るとよ、マリノスとコンサドーレ、この対戦はどっちも引き分けなんだよ。つまり今度の3月12日 3.12 札幌ドーム大会が事実上の J1 王者決定戦なんだよ。まさかこの完全決着試合をよ、いやちょっと北海道はな、遠いしな、飛行機乗らないといけないから今回はやめとくかみたいだよ。まさかこの大事な試合を見に来ない J1 王者のサポーターはいらっしゃいませんよね。それとよ、3月12日来るやつにも忠告してやるよ。いやちょっと飛行機移動で傘トリコロールの、いやちょっと邪魔だしな。まあ札幌ドームは屋根あるから持ってかなくて一緒とかよ、言ってんじゃねえだろうな。おい、必ず持ってこい。なぜなら、あのトリコロール柄の傘がお前らが敗戦で泣き崩れてぐちょぐちょになった顔よ、隠せる唯一のアイテムだからだよ。それじゃあよ、3月12日札幌ドーム大会でお前ら J1 王者のサポーターがしっかり札幌ドームにトリコロールを作れるのか作れないのか、この目でしっかり確認してやるからよ。楽しみにしとくよ、マリノスサポーターの皆様。それでは3月12日札幌ドーム大会でお会いいたしましょう。それまでアスタマリアナ、アディオス。